なんかしりとりとかします？リス。やっほー、みんな、ひろみちゃんだよ。いやね、俺は考えた。すごいすごい考えた。みんなが喜んでくれることを。だから今回は、あれやろ。イービルにインタビューして、みんなにイービルの生の声を聞かせてあげるよ。前回さ、やったじゃん、ドスインゴ6人対談。あの時にイービルの声を聞かせてあげれなかったから、今回イービルに直接電話して聞かせてあげるよ、イービルの生の声を。それじゃみんなで楽しもうぜ。イービルさん、こんにちは。ちょっと何個か、やっぱこういう時期だからこそ、こう全国のイービルファンにやっぱり声を届けたいなと思って、ちょっと今連絡したんですけど、質問してもいいですか？聞こえてますか？聞こえてます？ああ、聞こえてますね。よかったです。何個かちょっと質問させてください。最近何してるんですか？なんかこういうかしこまっちゃうとあれですよね。なんかあんま良くないですよね。なんかいつも通りのなんかちょっと和気あいあい感というか、ぐいぐい感じで質問しちゃった方が答えやすいってことですよね。あ、そういうこと、そういうことですよね。あ、わかりましたよ。いいんですね。じゃあ普通にこう喋ってる感じで、じゃあ質問しちゃいますよ。え、聞こえてますよね。え、絶対聞こえてますよね。大丈夫ですよね。聞こえてますよね。よし。絶対聞こえてるはず。うん。今日暑くないですか？暑いなぁ。もう夏になってきますよね。早く試合したいですよね。俺もせっかく復帰したのに、なんか試合できなくなって、なんか、残念ですよ。なんか結構、自分で練習したりしてます？いや、結構鍛えちゃったり、腕立て伏せとかやったり、スクワットとかやったり、なんかそんな感じですか？あ、そんな感じなんですね。だいたい顔を見たらわかりますよ、俺はなんて言ってるか。うん。全然、喋ってくれないですね。なんかしりとりとかします？しりとりだったらやってくれます？俺からでいいですか？リンゴ。いいっすよ、ゆっくりで。ゆっくり考えてください。まあ、それはなかなかリンゴの後は出てこないですよね。一番人が詰まるところですよ、リンゴの後っていうのは。一言言ってくれるだけで、全然やっぱり今この時期にイービルが一言俺たちに言ってくれたんだっていうんだけで、かなりメッセージ性はすごい高いと思いますし、やっぱりでもリンゴって難しいですよね。なんか気持ちはすごいわかります。リンゴの後詰まる気持ちっていうのがすごいわかるんで、じゃあやっぱりリンゴやめますね。リスとかどうですかね。リスだったら、なんかあるんじゃないですか。リスから始まる何か、お願いします。
全然ゆっくり考えてもらって、ちょっと、まあ、待っときますね。ちょっとしりとりの途中でちょっと申し訳ないんですけど、俺が一人で最近笑ったやつ、画像なんですけど見てもらっていいですか？これ面白くないですか？これ最近一人で見て笑ったんですけど、約5年ぶりにヒゲを剃ってみた結果がこちらっていう。これ面白いですね。いや、なんか内藤さんが久しぶりに日記更新したから、何更新したのかなと思ったら、これは反則だろうってちょっと思いますよね。まあ、なんかそんな毎日過ごしてますよ、俺は。全然喋ってくれない。もう、まあ仕方ないですね、ちょっと。あと考えといてください。ちょっとトイレ行ってくるんで。Stay home。 今なんか言いました？今ステイホームって言いましたよね。ちょっと？ちょっと？ちょっともう一回もう一回お願いします。今。ちょっと。ステイホームって今言いましたよね。間違いなく。皆さん、今ステイホームって間違いなく言いましたよね。これが、イービル選手からの言葉です。ステイホーム。みんなも、ステイホームしようね。じゃあ。みんな、どうだった？ちゃんとイービルからのメッセージ受け取った？家に入れる人は、家に入れない人のためにも、ちゃんとステイホームしなきゃダメだぞ。みんなで、ステイホーム。